えい。ちょっと待って。しょっぱな。これ絶対しょっぱなのワードじゃないよ。キス。落ちた。さすがカセカセさんじゃないですか。いやでもカセさんですよ。間違ってないんです。さすがカセさん。さすがカセさん。持ってる。積極的。したいんですよ、カセはキスを。あらカセは山田とキスしたいです。あらおいなんで一言なの。みんなでキーワードトークだよ。そうだった。なんかね、カセさんって可愛いですよね。なんか小学生男児みたいなところありますよね。確かになんか そのキスとかに対してもすごくワクワクしてるとか、前のめりなところが伝わってきた。なんか山田の部屋にあの加瀬さんが行くシーンがあるんですけど、そういう時ももうみたいなってなって、もうあの先の予告みたいにあの布団の匂いを嗅ぐったり、嗅ぐったり、嗅ぐあの加瀬さん、小学生男児みたいで、そうかも。そうですね。人一倍興味があるし、山田だからだよ。でもしたいのは多分おそらく。だと思いますよきっと。いやでも絶対そうですよね、うん、いやでもなんかさくらさんがこう火星のねセリフに乗せてそういう感情をこう流してくれるじゃないですか、うん、少しやっぱ恥ずかしくって、うん、いつもなんかそういうシーンの時はなんかもうね、うん、汗がもう汗がほてってしまってね。いやあのねドラマ CD の時に、はい、もうちょっとさ本編と先んじてキスシーンをはい、聞いてました。出たこの 高橋さんもこの時の顔ね、めっちゃ照れてる時の顔最近分かってきた。見ないでよ映さないでよ。メガネ死ぬの生きてるよ。生きてるよ。私そのシーン聞いてました。もうなんか見ちゃいけないものをなんか見たみたいななんか感じになって。だってそうだよ、私の初めてのさあキスシーンをさみんなしてさニヤニヤしながら見てました。そうですよね。そうはい、いやどうでしたか。いやさくらさんがリードしてくれたからそうですか山田はその私としてもいいと思ってる。んどっち。キスキスかな。私、山田とちゃんと付き合いたいんだ。ちゃんと。ちゃんと？ちゃんとって。